ベアサインは、スペインバスク州、ギプスコア県のムニシピオ。コマルカとしては、ゴジェリの構成自治体の一つである。自治体内を、オリア川が流れている。ギプスコア県の県とサンセバスティアンとアラバ県の県と、ビトリアガステースを結ぶ N-1 号線や、レンフェの鉄道路線が、オリア川に沿って走っており、ベアサインは、ベルガラや、エーバルやアラサーテ。 モンドラゴン方面に向かう GI-632 号線と N-1 号線の合流地点にある。N-1 号線や鉄道路線は、オルディシア、トローサ、ビリアボナ、ラサルテオリアなどを通って、サンセバスティアン都市圏に入り、コスタバスカに面するサンセバスティアンに至る。鉄道車両製造のカフの創業の地であり、マドリードにもオフィスを構えているが、依然として、ベアサインに、 本社や工場を置いている。ベアサイン工場は44万平方メートルの敷地2600人の従業員を抱え、電車、機動車、地下鉄車両、高出力の入れ替え機関車、高速鉄道車両など全4タイプの車両を製造しているほか、車軸や車輪などを製造しているスペイン唯一の工場である。家フの他にも金属工業などが盛んであり、 鋳造業のエスタンダ鋳造所、水中ポンプや発電機のインダル、マキネス電力、エレベーター製造などの GH 電気機械工業などがある。1979年から2011年までは常にバスク民族主義党が主張を排出していたが、2011年の自治体選挙ではビルドが6議席、バスク民族主義党が6議席、バスク社会党が2議席、 ハメイコブットが一議席、国民党が一議席、アララールが一議席を獲得し、2011年に創設されたばかりのビルドから首長が誕生した。ありがとうございます。